日本近畿地方京都府京都市北区ヒイラギ屋、茎の地域一帯ヒイラギ屋は、京都市北区の鴨川砂岩、上鴨地域西北部の名称である。茎の分かれ交差点周囲一面に、ヒイラギが生え茂っていたことに由来している。鴨は低か土の神社領だった土地に、田畑が開かれて発展したため、開き屋、白木屋がなまったものだとする説もある。茎の地域は主に、 旧倉間街道に近い上の段、雲ヶ旗街道に近い下の段、それらの中間域中の段、両街道が分岐する、上鴨町路が、原町、葵の森町の両町域き分かれの4つに区分される。茎の学区は、常述のヒイラギア地域と、西鴨地域中東部を含めた区域で、鴨川を挟んで両岸に広がっている。2010年4月現在で4848 48世帯。 一万千七百五十四人が居住している。土地区画整理事業が順次進められたことから、昭和中期以降に人口が急増。特に、新興住宅地の増生とともに、若い世代の流入が目立っている。これにより、区域の自治連合会が、京都市営バスの地域への運行を要望。2014年3月より、地域内に停留所5箇所を設置した上で、 特37号系統の試験運行が開始された。室町時代までは、上賀茂神社へ北の木船までの所領は、上茂神社領であったという。大閤県地により広大な荘園が没収され、主院地として、わずかの境内地だけが残された。17世紀中期に、自社奉行の認可のもとで、ヒー木原神殿が開拓され、上賀茂村の枝里として成立したという。 ここは後に、上賀茂神社領に追加された。1700年、山城国豪町、1716年、山城国、高八郡村名町にはそれぞれ、ヒーラギ原神殿一帯が、上賀茂村に含まれていた旨の記述がある一方で、1701年、元六十四年実測大絵図と1705年、落中落外絵図など、この時期に描かれた地図にはヒーラギの村との地名に、 合わせて、村落の存在が見て取れる。1869年に、村落一帯は、阿多ゴ郡上賀茂村に併合された。その後1931年に、京都市上京区に編入。1955年に、文区、新設の帰宅に含められた。上山名音岩、木船神社。ありがとうございます。